幾多の木月2月3日の2002年2月22日は、日本海軍士官、戦闘機操縦士、福井県出身。日本軍のパイロットとして、初めて敵機を撃墜した人物である。1905年2月3日、福井県に生まれた。日露戦争で活躍した、乃木将軍に続けという意味で乃木次と命名された。1924年海軍兵学校52期。 卒業、1929年19期飛行学生終了。1931年空母、加賀に戦闘機体分隊長として乗り込み。1932年1月第1次、上海事変勃発に伴い、加賀は上海沖に出動、飛行隊は広大基地に進出した。2月22日、幾多は三式艦上戦闘機の招待三機を引き、 観光隊3機と共に出撃、蘇州上空において、アメリカ人義勇兵のロバート・ショートの操縦する、ボーイング218と交戦し、撃墜した。これは、日本の陸海軍を通じて、初の空戦による撃墜であった。この戦果は、日本国内で大きく報道され、幾多は一躍時代の英雄となった。この時、まだ子役であった、森光子からもファンレターを受け取っている。 しかしその後、幾多は、芸者出身の女性との婚姻許可を海軍に、届け出するが受理されず不意外。また英雄扱いされた反動で、海軍内部の冷ややかな扱いや、腰を痛めていたこともあり、東郷平八郎にも悟されるが、1932年12月15日付で、予備役に編入され、海軍を退官した。退官後は、大西し次郎の計らいで、 低新省航空局の航空官として、航空行政に携わった。1942年再招集されたが、軍籍のまま航空官として務め、終戦時には少佐に進級している。戦後は、魚屋となり、その後千葉県船橋市に保育園、社会福祉法人明け坊の福祉会を開設。すべては、愛をモットーに、幼児教育に努めた。生田は、 遠征からお父様先生と呼ばれて慕われていた。1953年の第3回参議院議員通常選挙に改新党、公認候補として全国区で出馬、落選した。2002年2月22日、心不全により死去。この日はロバートショート劇追からちょうど70年目の日であった。国別式には卒園生が多数参列した。ありがとうございます。